ということで今が、セルと2名とガードマンが2点選手で大将戦に行きたいと思います。ガードマン VS S カイムですね。ではまずは DJ ワタビート聞かせてください。ナイス DJ。 それでは、DJ ティグビートの方聞かせてください。DJ、 ではこれを踏まえてじゃんけんの方お願いします。最初はグーのじゃんけん、はい、M いてー。ではガードマンにビートと小説の選択権がございます。84で84で、1本目だけ持っていきましょうか。わかりました。 DJ バッタービートお願いします。ビートは、2本目ですか。ではビートは DJ ティグの発射説4本勝負、先行ガードマン、ここ S タイムになります。準備の方よろしいでしょうか。ではいきます。先行ガードマン、ここ S カイネン、レディーファイト。投げ出さねえ誰かって、もう俺たちバトルは間違いねえ。戦って、ほら戦って、もうここまで来たんだ、負けられねえ。このまま行くためやるぜ、一番バトル弱い俺に最後任せてくれたんだよ。二人が恥はかけねえバトルだぜ。だから笑顔は守るのまま、守ってばっかで攻めがないんだな。俺の言葉、自分の想像、超攻撃スタイル、バッドライフ。俺は譲れないのさ、自分のマイク扱う、その守りも崩す。だから言葉矛盾してる、矛と盾すぐに突き破るだけ。Yeah、矛と盾言ったどこの誰、お前よりは中身は男前。本当だぜ、即興だぜ、ほらネタ仕込んじゃって根性がね。相当だぜ、ほらもっと前来やがれよ、お前と戦ってる。今日こそ優勝頂上に、ラッパーだの攻撃表示。表示じゃねえ、お前は操られる側、俺はプレイヤー。やってるのはデュエルじゃねえぞ、この試合のマイク扱えよ。言うな、俺の想像上回り、だから生贄だぜお前だけ。シンクロなんてねえよ、融合しろ、ビートと想像、頭膨らませろ。ふつくらせるためやってるぜ、いつもそうだ、こんちくしょうが。諦めたけど俺は優勝突破、お前の政治でシンクロ召喚。任せてくれ、お前みたいな宗教まがいじゃなくて、俺はストレート、クソゲートと言われたけど、ずっとこのままエンジョイ。宗教まがいを形にして、お前の場にも儀式召喚。浄化するぜお前の言葉、浄化スモーカーで浄化される側。言葉じゃねえよ、俺たちはソウルスタイル、あんたも同じ、突き刺すものだろ。俺の言葉もあんたも同じだ、殺しに来いよ。殺しに来てるから俺も先行取ってラップやってんだよ。つまりはなんだ、儀式召喚。信じてくれてありがとう。真実はどこだと考える、ピンチも突破、必死に困難を乗り越え、ラッパーやってきた上がる声じゃねえ、勝つの俺だけ。仲間に真実を求めない、俺は自分で見つけ出すぜ、それを理解させるため。でもあんたも裁判の時から理解してる、俺は言葉で扱ってる、あんたも言葉で戦ってる。前者と後者、組み込む王者、でも血を這う大者、巻き込むスローダウン。終了。はい、では、どちらか決めたいと思います。どちらかに手と声を挙げてください。いきます。先行ガードマン、高校 S カイネン、一応もう一回聞いてもいいですか、すいません。お願いします。もう一度お願いします。ではいきます。先行ガードマン、高校 S カイネン、延長でいいですか。延長です。延長でお願いします。この場合は先行後も逆になって8、2勝負になります。8、2ですね、わかりました、はい、そしてピートは、まだここでいこうか。はい、では、8勝率2本勝負で、ビートは DJ ワタになります。では、先行高校を入れ替える形で大丈夫ですか。です、ね、はい、では先行 S カイネ、高校ガードマン、DJ ワタの発勝率2本でいきます。準備の方よろしいでしょうか。あ、ではビートをお願いします。
ナイス DJ。 それでは延長戦いきたいと思います。ではいきます。先頭エスカイネ、後攻ガードマン、レディーファイ。プレイヤーピストじゃねえか、頭を振らせないイミネーファイヤー。俺のことを伝えたあんたのこと、あんたのおかげで火がついたぜ。俺もやりたいことを定義して揺らせないイミネーよ、このジャンゴだってアンダー22。俺は年齢なんて差別して駆除する。間違いねえ、年齢なんて関係ねえ。ガンラップ全面来て、あんたのおかげで火がついた。気づいた時にはもう血祭りだ。俺の勝ちが決まったようなもんだぜ。今晩ラップでオーラ、言葉の重みなんてねえだろ。言葉の即興で戦い合おう。血祭り祭り祭り上げる活躍。言葉はただに巻き込んだわらび。遊びだけじゃねえこの新しいバトルじゃねえぞ、アーティスト形。定義しろよ自分のままに、ありのままの想像怖いベビー。俺は泣かない、優勝の時だけ泣くよりも腕上げてやるぜ。Yeah, 腕上げてやる。俺も優勝だから本気でこのままてっぺんに上昇。ほんとある根性、俺らアーティストなめんなよ東京。だからこそ戦ってんだ、俺たちは天下取りに来てんだ。負けそうでストレス溜め込んで、見めてる表具よりは世界変えようぜ。終了。それでは判定の方いきたいと思います。どちらかに手と声上げてください。先攻エスカイネ、後攻ガードマン。もう一回前で聞いてもいいですか。いきます。先攻エスカイネ、後攻ガードマン。手の数は決めれます。いいですか。せーのでいいですか。せーの、ガードマン。勝者ガードマン。そしてテレコン2名とガードマンが決勝進出になります。 FRS にも大きな拍手お願いします。うわー最高だぜ。バトルっすね。最高だぜ。FRS のお三方、なんか一言ずつあればいただいてもよろしいですか。さっき喋っていいですか。大阪のトライアングルからナイトイベントでここまで来て、最初めっちゃベロベロで落ち着いてたんすよ。でもやっぱあかんなってなって、ガードマン君に火つけられて、結構ゴチゴチのスタイルで行ったんすけど、ガードマン君強いな。強いっすわ。まあでも次俺すぐライブなんで、よかったらチェックしてください。作品も買ってください。ありがとうございました。ラスボスなのに後輩に活躍された風磨の小太郎です。俺かっこよかった？じゃあ次のライブで狂わしてるか聞いとけよお前。いや東京楽しんでますか？僕も聞くんですけど、僕かっこよかったですか今日も？じゃあよかったらセカンド EP 今作ってるんで、よかったら出た時にチェックしてください。あと今日物販ファースト EP 残り11枚ぐらいなんで、よかったら買ってください。ありがとうございました。FRS の3人にもちろん大きな拍手お願いします。素晴らしい、ありがとうな。いやなんかめっちゃ、どうすかお客さん、めっちゃ今日面白くないですか。俺ちょっと 3on3 のルールのもう視界の頭パンパンになりかけて見据えまくってるんですけど、ちょっと許してください。第2試合、いやビートはそのままです。おっしゃ。第2試合 DJ アシオン、レディーファイ。有名になりたいだけのやつが多すぎ、そういうやつは様子見、そろそろやめようぜ様子見。この弦のゴロツキ、ゴロツキで落とす。いえ相手じゃねえよ、昔の俺みたいでお前マジでなせえよ。君をで次世代を引っ張るラッパー、うっさいな。What's
を刻んで本物のリアルを見てみ、アンダー22未だ成長中、ほらキャラクター任せの軽量級ピアチ、蚊帳の外でやれ、泣いてる2パック6パックよりも10パックでもこの存在がリップサービスのビッグサイズ、わかるかこのライブもみ聞きよ平気です。ああああビンボビンボビンボギビンボビンビンボビンボビンボそいね、いやそれがバイブスか、お前気持ち悪いね、髪結ぶな、おい今もうなんか引っかかるな、危ないな、無理だよ、どうすんねん、マジ要は証明してやるよ、派手にこけたって大地がグッソいらせん、出せお前出せよ、いらない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 、俺もヤバすぎて頭おかしい、マジに飛んでんじゃだけの兄負けず俺でもバチョブマシー、はいカメラ向くアクション、ピッチどこにいんの、いえこっちは色物だけど余計な色、俺はしっかりと重要な色を挟ませに来てるぜ、ワンパス見せるスキルのカラーバリエーション、そんなんでバイブ好きのせいのまだ足りねえぞ、先に言っとく、俺はスキルもあるでやってるから軽量級じゃないんです、あんたの方こそ軽すぎるジュニアフライ級、スキルは前提脳みそに突き刺すライブ言うな、ジュニアフライ級唾飛びすぎ口が臭いっす、いやお前まで耳じゃなくて裸にならなくて少し安心だけど、ストーリー繋いでいくファンキー、右はイスギ左耳ブラービー、続きに流れるそんなメロディー、こいつらのバース正直聞いてなかったわ、まあお前らのバース中は全部箸休め、ステージがめちゃくちゃ脇がくせえ、シードです、判定いきましょう、判定いきます、はい、1人目ガチギレ MC、2人目シリーリン、はい、3人目佐藤、はい、4人目大志、決めましたか、俺2人で迷ってますね、まあもう一回いきましょうか、もう一回いきましょう、はい、1人目ガチギレ MC、いやそう、あごめんなさい、2と3と4です、すいません3と4です、ちょっと4でいきます、3人目佐藤、はい、4人目大志、大使ですね、勝者大使、2人とも CD なあのガチゲーム MC ありがとう、もうちょっと残ってってよ、どれに通るか2人とも、はい、ということで、惜しくも負けてしまいました、アルファレースお疲れ様でございます、お疲れ様です、まあでもなんだろうな、ベストパフォーマンスだと思うのよ、いや全くですね、うん、いや全然それは、うん、ラガは、うん、最初からエンジン100パーやったし、いやなんかすげえすげえかった、エスカイでも、うん、ガードマン君とのバトルの時めっちゃかっこいいな、はいはいはい、年下関係なくすげえだと思ったんですけど、はい、俺が今日永遠足引っ張ってた、え、そうなんや、いや、ほんまに、いや、バトルやっててずっとイライラしてたんですよ、え、何どういうこと、自分に、自分の思ったらできなすぎて、マジで、だって今日はちょっと印象残ってるのはやっぱアデック戦とか、でもあんなんもだって俺のパワープレイっすやん、知名度の問題っすやん、そっかそっか、嫌やったっすね今日はちょっと、え、でもその前かその後か、もうえ、どうやったらこのラップできるんだと思ってんの、マジっすか、あれか、なんか一発目で、違うわ、ほらトラップかかったらやっと調子出たんで、いやでもそれも調子出なかった、あ、そう、結局はまだいけたのに、そうっす、なるほどって感じですね、今日はまあでも、なんだろう、もう、また試合の話していい、はい、それぞれが当たる相手が相性がみたいなことなのかな、いやでもなんかなんていうの、なんとなくは仕込んでたというか、次相手誰誰誰やから、じゃあ狙ってっていう、あーじゃあとりあえず作戦通りであって、まあやりきったけど相手が強かったみたいな、そうそうそう、エスカイネは調子出てたけどガードマン君が主人公になってたし、はいはい、俺とラガは永遠空回りしてたしで最後負けた、あーラガ空回り、いや僕そうなんですよ、最後に来て空回りして申し訳ない、いやでもあのまあみんなそうなんだろうけど、あれ相手がさ、まあ、未明だけどさ、あれ未明じゃなければ余裕の圧勝の、いやそれって逆に悔しいんですよね、確かにってことはその人を超えれなかったってことで、ああなるほどね、結果として出ちゃうからね、まあ単純に負けただけっす、ね、スカイネには申し訳ないっていう、間違いない、申し訳ない知ってるやん完全に、まあちょっと今日はあのスカイネ頑張りすぎちゃった、だから今頑張って喋ってます、はい、はい、ありますんで、あとはあまだ出れるの、アンダーって俺今年で21なんで、まだ出れるんだ、来年もう出れる、もう1回出れるってことですね、そうしたらもうね再び
チャンピオンの、その優勝したいですね、はい、ソロでぜひお願いしたい、はい、そしてラガー、まあまあ去年のアンダーでもうバーンいったと思うんだけど、そうですね、もう言ったらそっからずっと強いわけよ、多分、はいはいはい、なのでもうね、まあ例えばエスカイマとか、戦国本性いますけど、ラガーも当然そこに入ってほしいって俺が勝手に言ってるだけなんで、はい、何の力もないと思う、はい、頑張ります。なんでまあいろんな人にもっと届くように頑張りたいと思います、こちらも、はい、よろしくお願いします。バトルの方も頑張っていただいて、はい、そしてバトルじゃない方のなんかインフォメーションでもあれば、あ、それぞれ、そうですね、今月中に MV が1本出るのと、お、今セカンド3月ですね、そうですね、3月で今セカンド EP の制作してて、もまだ言えないですけど、やばい作品になってるんで、絶対チェックしてください。まだ言えないって言ってるやつはやばいやつだって基本ね、まあ、僕は、まあ、今月3月中に、まあ、1本 MV 出るかな。おで、4月に多分リリースラッシュが始まって5月まで永遠続いて、おお、 MV、リリックビデオ、アニメ MV とか、おもう EP もアルバムとかも出るんで、めっちゃ動いてるね。もう今、マジでやってます今。もう休む時間ないじゃん。ないっす。でも楽しい。めちゃくちゃ楽しいですね。素晴らしいですね。喋れる？通訳しようか。あ、これ。これを、これ最新のやつなんで、ぜひ買ってあげてください。はい、エスカイネです、はい。よろしくお願いします。ということで、まあ、本日は、まあ、あのね、いいところまで行ったけど惜しくもということですが、はい、ね、来年。また来年というか、まあ、ま次の舞台でね、はい、お会いしたいと思いますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。